1月24日第66回全日本高等学校バレーボール選手権大会にて史上初の6冠に輝いた男子バレーボール部が中部ケーブルテレビの透明局の生放送に出演しました。肘もすごくしなっていて、私たち成城高校放送部がその様子をお伝えします。はい、このバレーボールに関係深い方たちが来ていただに来ていただけます。誰だか分かりますか？正解は10秒後です。それでは新ステーションライブスタートです。走ります。はい、チーズ。